今日はこの子ですの。この子って車じゃないんか今回は。そうですね、カーボンのスポイラー。カーボンのスポイラーやね、フロントバンパーのスポイラーですね、はい、マセラティから急に電話かかってきたんですよね、はい、でカーボン直せますかっていう電話で、僕たまたま取ったんかな、その時。むちゃくちゃ高いらしいよこのスポイラー。そうでしょうね、びっくりするぐらい高いんよ。がっつり割れてるね、はい、傷と割れてるよね、完全に。多分割れてますね、割れてるよね、うん。いや違う、違うな、こっちか。そう、うん、姉ちゃんバッチリじゃん。そうか、うん、バッチリバッチリ、うん、いいと思う、うん、よいしょ。炭のね、眼鏡壊れやすいからね、ナイーブやなよ。この端っこの目が結構崩れやすいから、ここはあんまり触らずに、うん、はい、じゃあ樹脂貼っていきましょう。とりあえず一発目がそんな分厚くいかんでいいから、はい、さっととりあえず固定する感じ で部長がちょっと忙しいので今、うん、見積もりだなんだで、買った、これを貼ったら続きは僕がやっていきますんで、やりたい。まあどうする、今日はもうカーボンの目張ってちょっと埋めれるぐらいまでやね、うん、どうしても待たなあかんから ね、うん、待って乾かしてまた塗って、そう、段差をなくしていくような作業に入るんで、はい、こう振るって方がいいか、向け向けなのね。多少はしゃない、うん、あんまごちゃごちゃやろうか。
はい、 OK だね。はい、一旦じゃあこれで一発目の樹脂、樹脂か、はい、入れたんで、で乾くん待って、乾いたらでもなんかもう今でいい感じつらなってるけどな、ちょうど削った分、うん、まあちょっとこれ削ってみないと分かんないんで、うん、硬化したらまた表面削って、でまたレンジ入れて表面をつるっとさしていく作業ですね。はい、でつるっとなったら最後もクリアをシャッと塗って終わりなんで、うん、はい、はい、じゃあ何分ぐらいだっけ。いや結構待たなかなちゃうかな、今日11月、7日、気温が25度、まあそんな暑くもなく寒くもなくって感じなんで、はい、まあとりあえず1時間ぐらい待ちますか、うん、はい、はい、はい、ごめん、ちょっと削っちゃった削ってる間に削って、はい、で部長にもう一回レジン入れてもらおうかなって思ってたんですよ、はい、まあ、部長忙しいからさ、ありがとうございます、もう俺のできることやっとこうと思ってんけど今来てくれたんでもうちょっと削っていきましょうか、はい、今80番で削ってます、うん、80番ね、はい、さーっと表面削っていきましょう。この高いとこ低いとこってあるんだけど、はい、もうそれが全体的に白くなったらもう OK やわ、 あんま削りすぎてもあれやから。怖いな。じゃあね、もう出てるとこは削らん方がいいね。この辺だけちょっと集中的にザーッと。オッケーオッケー、いいんじゃない、もうちょっといく、もうちょっと、うん、でも低いとこ埋めていく感じやから、はい、からもう一回入れる、もう一回入れる、でちょっと上の方もちょっと鳴らしとこうか、もうこっちでいこうか、上の方はちょっとさーっと、ね、あそこにペーパー置いてるから120とかで、はい、うん、硬化剤もバッチリだね、うん、一応今回遠赤で炙ってましたんで、うん、久しぶりに使った、うん、久しぶりに30分ぐらいかな、さっきやり始めてから、うん、いや、やりだしたら早いよこういう作業は、うん、慣れやね、あとはそうですね、うん、いつもやってるから普段から、いや余計なとこ入れたりとかさ、はい、入れ方ミスるとそれのフォローに回らなかんか時間かかるんだけど、うん、こう入れ方で無駄な削るとことかなくしていけばむちゃくちゃ早い。ただ目がどんな感じかちょっと心配やけどな、そうですね、やっぱり、うん、ちょっともう一回見えへんから、もう一回レジン塗ったら、うん、多分分かると思うよ、見えるかな、うん、FRP みたいな痒くならんからいいね。あ、そうやね。ね。繊維がちょっと違うからね、種類が。あれはガラスファイバーやからチクチクする。チクチクするね。もう見るからね、ええ感じやな、うん、あと炭が大事やからね、下の方とか、
角とかね。あ、熱ね、ちょっと。オッケーやね、はい、あとは手でちょっとちょこちょこっとしてみるやつ。夕方始めたけども明日の午前中には終わるなこれ。さすが。いらしますってなった時にこれは無理だみたいなのってどういうの？カーボン、うん、もう原型とどめてないやつとか、うん、例えばもうこの辺全部ないとかこういびつな形したとこが割れてもう飛んでってとかもう言うのは無理ですね。でもあれば大丈夫ってことね。つなげることは可能。かもあんまり損傷ひどかったら、うん、塗装してもいいんやったら結構無理して直せるかな。あ、黒にしてもいいと。そう、なんでかってパテ入れたりとか、うん、ちょっとやんちゃな修理の仕方できるんで、はい、カーボン残してって言われるとどうしても繊細な作業になってくるんで。そうですね、目を合わせたりとか、うん、ある程度原型がないと無理やね。なもんかな、うん。さあ、直ったし、これ今からあれや、俺の知り合いの FRP の AR 屋さん持ってって、型取りして売ろうか、コピー分。コピーする。1個100万円でも安いからね。そっか。コピー品作ったろうかな。冗談です。よし、走行してるうちに、こんな感じですね。はい。もうできてきてるね。おー、すごい。もう薄くでええで。うん。ベター塗ってもしゃあないから。いい感じに一段落としといたんで。はい。もう2回目でこれですよ。はい、表面つるっとしだしてますね。高さが一緒になったということで、うん、また見てね。バイバイ。チャンネル登録もよろしくね。